どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はねついにここに行きます。ストーリーモードでの最強の敵雷電流だね。ここに行きます。え、これのもう一個上の雷電流いたっけ。いや覚えてない。まあ、とりあえずここ行きましょう。多分先はね結構長い気がするんだよね。あ、でエンマレベル99まで上げました。うん、結構早かったね。レベル50からなんで、それはもう結構な速さで上げれてます。おいおい、回復量えぐいな。ちょっと待って、ピンクコーンか。むちゃくちゃ回復するぞそれ。ちょっと待って、お前どいとけ。おい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 、回復しすぎでしょ。ほぼマックスまで回復してるよ。すごいね。はい、もう誰かとりあえずぶっ飛べ。オッケー、さすがの強さだね本当に。おっしゃ、はいはいはい。いやいやいや、この回復が すごいのよ。よし、ちょっと待って、ああ回復するんだって。よっしゃ、いやいやいや、すごいね回復量が。しゃあ、光オロチウィスパー、ボーレー番長、木彫りクマ、ドンドロー、山吹鬼、火の神、機械シャイマン、大釜、黒鬼、読み元帥。いやー、久しぶりだね。あ、でも、そうだ、久しぶりに戦うんだな。だって、バスターズの時とは違うんだもん。そうだ、バスターズとは違う。まあまあ、行きましょう。そうだよね。仲間たち出てこないですね。来ないよね。あれはバスターズだもんね。いや、違うか。いや、まあまあいいや。とにかく久しぶりなんで。ちょっと、いけるかわかんないけど、まあいけるでしょう。はいはい。ある程度もうゴリ押ししていってもいけるでしょ。あ、やっぱり結構強いわ。やっぱ強いわ。うん。全然、まあまあ覚えてないわけじゃないから。あぶね。まあ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 、いけるわ。ちょっと待って、防御力を減らしてからいきましょう。いやいや、さすがだね。おう、妖怪ウォッチ4の最強の敵。まあ煉獄とかのが上かな。うん、でもまあまあまあ全然かなり強いやつではあるから。おお、来た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 。はいはいはい、いいね。おお、全然やっぱりね HP 高え。あぶね、いや懐かしいな本当。あぶね、思いっきり出した。そうだそうだそうだ、調子乗ったらやられるんだった。やばいね。回復しようか。影オロチはちょっと回復してくれなさそうだから、オッケーオッケー、いくぞ。不動明天、最後の最後に取っておこうと思ったけども、まあ大丈夫。もう一回ぐらい多分溜まるだろうから、最後のね一押しはこの不動明天がね一番向いてるんだよね。ヒット数が結構あるんで、これでガシガシと削ればすぐ取っとくからね。よっしゃあ、あー必殺技はではいけなかったか。いやいやいや、強いよなかなか。はい、防御減らす。待て、勝ってまだ半分か。
よっしゃ、じゃあオッケーオッケー、いい感じいい感じ、あぶれい、おおナイス、あカイラ食らっとるよ、カイラ食らってる食らってる、当たるか、当たるね、よっしゃ、とにかくこの防御ダウンがないとなかなかダメージ入んないわ、おいおいおい、やりよるわ、やっば、よし、おなかなかチャンスにはならないね、そう簡単にはならんか、おっしゃチャンス、あーでもそこまで押し込みきれないか、あれね、豪傑キラーの合力キラーかを持ってると結構早いんじゃなかったっけ、合力のキラーで、あれだよね、竜巻の術だよね、とにかく効いたもんな、おっしゃー、おーおーおー、まだ HP 3分の1残ってたけども急に押し込んだぞ、さすが不動明王天、よし、まあ無事にクリアしましたね、はい、では次はもうプラプラに行っていいかな、プラプラで不動明王カイとかそこら辺を入手していきましょう、はい、チェックをよろしくお願いします、そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、それではご視聴ありがとうございました。